皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成呼ぶ座滝沢でございます。そして滝沢道場へようこそ。本日は4日目でございます。ゴールデンウィーク特別企画、短期集中型エレキギター基礎特訓道場、おえーということで、地味な練習の話をさせていただいております。本日は4日目でございます。皆様毎日毎日お疲れ様でございます。この4日目に関しては、3日目にやったパタパタ練習の進化系、進化バージョン、パタパタ練習2を、練習していこうかなと思っております。なかなかどうして地味なんで、今日も頑張ってついてきてくださいませ。パタパタしながらちょっと話を聞いてください。パタパタ練習2を始める前に、このエレキギター、まあ、アコギもそうなんですけども、ギターという楽器の特性についてちょっとお話をさせていただきたいんですが、なんかギターって言うとさ、なんかこうピロピロすごいめちゃめちゃこう早弾きしたりとかさ、なんかコードバーンって弾いたりとかさ、なんかジャカジャカたくさんの弦を鳴らしたりとかしてさ、なんか音を鳴らすっていうことにそのフォーカスをしがちなんですけれども、実はそれよりも、音を鳴らせないっていうことの方が難しくて奥深くて大事だったりとかするんですよ。音を鳴らせない。余計な音を鳴らさない、いらない音は鳴らないようにする、鳴らない音は鳴らない、いらない音は鳴らない、そんな工夫、ミュートってものが超大事なんです。例えばそのある程度このね、あのアンプにつなげたりとかして歪ませたりとかすると、一本弦を弾いてみるとこんな感じで触ってないのに、鳴らしてないのに共鳴といって、触ってない弦もう鳴っちゃうんですよ。しっかりミュートしてると、まあ、すっきりして聞こえるじゃないですか。けどこのミュートしないと、すごいなんかそのザワザワしているというか、ノイジーというか、音がはっきりしないというか、なんていうか、なんかちょっとこうあれって感じがしますよね。こんな感じでそのミュートのテクニック、音を鳴らさないためのテクニックっていうのがすごく大事になってきます。で、今日のこのパタパタ練習2はこのミュートを鍛える練習です。嫌な予感がしますね。とっても嫌な予感がしますね。嫌な予感しかしませんね。練習していきましょう。パタパタ練習、まずパタパタ練習1と一緒で、まず人差し指が6弦の5フレットを押さえます。で、この6弦の5フレットを押さえていきたいところなんですけれども、そうだな、ちょっと嘘ついたかもしれないです。嘘です。6弦の5フレットは押さえません。人差し指で6弦から1弦までのその5フレットを全部軽く触れます。こんな感じ。ちょっとよく見てください。軽く触れます。で、軽く触れて、全部の弦を弾いても、こんな感じで音が鳴らない状態を作ってください。人差し指の真ん中ら辺がこのアーチ状になっちゃって、この浮いちゃってると真ん中の弦が鳴ります。で、まっすぐになってたとしても、この付け根のところとか先っぽのところとかがちょっとこう力加減を間違えて弦を押さえちゃうと、こんな感じで音が鳴ります。上のとこだったら、こんな感じ。こういう実音とか開放音の音とかが出ずに、綺麗にまっすぐ、6弦から1弦までの5フレットを触ることができて、ピッキングしても、こんな感じで、トロリしかならない状態をまず作ってください。これがすでにむずい。触るだけです。触るだけ。押さえると触るは違うんですよ。押さえると触るは違う。押さえるっていうと、そのね、弦に触れました。で、この触れた状態からちょっと押し込んで、このフレットに弦を押さえつけて、音が出す。これがその押さえるってやつです。で、触れるっていうのは、ほんと触ってるだけ。この、押さえると、このすごい微妙なラインなんですけれども、このね、フレットには当てちゃダメなんですよ。弦をフレットに当ててはダメなんです。それはもう押さえるになっちゃうんですよ。そうじゃなくて、触ってるだけ。これを意識して練習してみてください、お待たせ。これだけでも十分。おい、滝沢、ちょっと待てよっていうか、難しいかと思うんですけども、ちょっと頑張って習得してください。ポイントとしては、まっすぐにすることです。人差し指まっすぐ。で、親指の位置はパタレンの位置、パタレンと一緒です。パタレン位置と一緒です。できるだけ真ん中ら辺に添えてあげるようにして、で、この人差し指の付け根から、まっすぐにしてあげると。この付け根からです。付け根から。付け根から、まっすぐにしないと、絶対こう丸まっちゃうんで、付け根からまっすぐに。こんな感じ。こういうことですね。こんな感じの曲げ方でございます。で、まっすぐにして、
炎とか出る状況をまず作る。で、この人差し指の状態、これまあその全部の弦をミュートしてるっていう言い方ができるんですけども、全部の弦をミュートしてる状態をひたすらキープします。こっからもうワンアクションあるんですよ、マジかって感じじゃないですか。人差し指はもうミュートキープです。もう何度も言うんですけども、こっからその指はうわーっと押さえちゃったりとか離れることはもうありません。もうアーチ状になることもなければもうひたすらこのままです。この人差し指の状態をひたすらキープしたまま、中指、薬指、小指でそれぞれハンマリングしていきます。こんな感じ。って感じですよね。6弦の6フレットを中指で叩きます。で、この時に、人差し指がつられて中指と一緒にこう押さえちゃったりとか、中指につられて人差し指を一緒に打っちゃったりとかせずに、人差し指がひたすらこのミュートに徹するんです。人差し指はもうひたすらミュートです。ミュートに徹したまま中指がハンマリングします。人差し指はそのままです。おーっと、人差し指選手全然中指につられることなく動じない、動じない。いや、中指がこの離れたとしても、中指プリングじゃなくて普通に離すだけで OK ですよ。離すだけです。中指がこの離れたとしても全然人差し指動じない。素晴らしい、何の音も出ません。素晴らしい、中指選手、全然人差し指に立ち打ちできません。これは入った、これは勝負あった、人差し指選手の勝利だ、わー。こんな感じのイメージでございます。で、これを、中指だけじゃなくその薬指とか小指とかもやってほしいんですけれども、薬指の場合は6弦の7フレットをハンマリングしていきます。こんな感じで、その次は小指。むずいっすよね。もう絶対この人差し指がつられて一応押さえちゃったりとか、なんか離れちゃったりとかすると思うんですよ。このミュートをキープするっていうのがね、そのさっきも言ったんですけど、超むずいんですよ。超むずい。これがもう一番の難関であって、もう真骨頂であり、で、なおかつ超大事な部分なんです。もうこれができるできないで、そのフレーズの仕上がりとか全然変わってくるんで、もうね、早めにこのミュートの技術は身につけていただきたいです。この押さえるじゃなくて、その触ってるだけっていうこの感覚、このミュートっていう感覚、この概念っていうんですかね、こういったものを今回のこのパタパタ練習2で身に染み込ませていただきたいんです。もう何回も繰り返すまで、ミュートむず、ちょっと落ち込む時もあるかと思います。そこも頑張って、乗り越えていきましょう。このパタレン2でミュートを乗り越えていきます。克服していきます。習得をしていきます。これです。感じのパタパタ練習2でございます。これ BPM、 メトロノームと合わせなくてもいいです。 BPM も割り出さなくていいです。もう自分の苦手な指とか自分の苦手なところとかをひたすらこう繰り返す感じで、またこうながら練習をしてみてくださいませ。というわけで、この4日目のビデオに関してはパタパタ練習2の、お話でございました。今日からまたこのパタパタ練習2、ぜひやってみてください。で、今までこの4日間いろんな練習をする中で、そのね、どの練習しようかなって悩む時もあると思うんですけども、基本的にどれでもいいです。好きにやってください。どれでもいいっす。本当に。マジで。何でもいいっす。好きな。やってください。で、まあ僕の個人的なおすすめとしては、その、できないことをね、突き詰めた方がいいと思うんで、できないものを潰していく方がいいと思うんで、まあ苦手なものからチャレンジしていくと良いかなと思うんですが、あまりできなさすぎるとね、気分がなえるから、もういいわってなっちゃうから、あんまりこう、ストイックになりすぎずに、適度なストイック加減で、練習をしていただけますと幸いでございます。それではまた、雑談の方に行きましょう。パタパタ練習2を続けながら雑談聞いてみてくださいませ。ちょっとですね、その体の使い方うんたらかんたらっていう話なんですけれども、さっきその1本目の動画かな、なんかうまいがうんたらかんたらって話したじゃないですか。うまいがうんたらかんたら、で、そのうまいなだらかんたらっていうのは、その頭の中にあるイメージをそのね、そのアウトプットをするためのテクニックだっていう話をさせていただいたんですけれども、で、そのアウトプットをするためのテクニックってさ、そのまあ平たく言えばさ、本当も単純に言えばもう右手がどんだけ器用か、左手がどんだけ器用かっていう話なんですよ。で、もっと
あの平たく言うと、もうでっかいカテゴリーでいくとすると、もう体の操縦なわけです。体のコントロール。体がこんな感じで動けばこういう音がする、こんな感じで動けばこういう音がする。で、その思い通りに体を動かしたときにその音が表現できるわけなんですけども、思い通りに動かせないから、なんかどこが釣られちゃったりとか、どこが力んじゃったりとかして、思い通りの音が出せないというふうになるわけじゃないですか。だから、トトンつまりはその体のコントロールを、向上させること。が大事なわけでございます。でもこの体のコントロールってさ、そのいろいろこのあるわけでさ、例えばその野球に例えるとするならば、僕ちょっとあの恥ずかしながら野球ってあんま詳しくないんですけど、あのこのボールを投げるという動作があるじゃないですか。で、このボールを投げるという動作一つとってもいろんなパターンがあると思うんですよ。ボールを投げるのがうまい、ボールを投げるのが上手って言ってもいろんなパターンがあると思うんです。例えばそのボールを投げた時の速度が超速いとか、ボールを取って投げるまでのこのね、インターバル、この瞬間が超短いとか。で、もしくはそのね、ボールを投げた後のそのピッチのコントロールが半端ねとか、いろいろあるじゃないですか。その子ね、それぞれのそのコントロールとか、その総じて、そのね、バランスいい人がその上手い人っていう風になると思うんですけれども、どれか一つ立てても、まあ、それはそれでいいんですけれども、その総合力が大事だったりとかするんですよ。で、そのさ、野球のさ、その盤面ってまあ、いろいろあるわけなんですけれども、ちょっとごめんなさい、僕はあんま詳しくわかんないんですけども、その、やっぱその求められる能力がその違うわけじゃないですか、その場面場面で。球取りました。で、その球を投げます。でも、今回に関しては、すげえ正確性が大事なのか、それともこの俊敏性が大事なのか、その球のスピードが大事なのか、まあ、それぞれそのシチュエーションによって何がそのプライオリティになるのかっていうのが変わってくると思うんですけども、それらをその的確にこの場面ではこうすべきっていう風な判断を下すのは、そのやっぱイメージ力が大事になってくるわけですよね。今はこうあるべき、今はこうするべき、そしてこうあるべき、結果はこうであるべきっていうイメージが膨らむが膨らむほど、今こういうパフォーマンスをすべきというのが体で本能で分かることができて、そのテクニックをバーンと出すことができるという感じなんです。で、また話を戻すと、ギターの場合はイメージがありますので、テクニックがあります。で、そのテクニックは体の操縦のことです。で、体の操縦が上手くなれば上手くなるほど、その思い描いたものがバンと出せるって感じなんですけれども、総合的に、なんだろうな、その、整う、つまり、なんだろうな、なんて言えばいいんだろう。ちょっと今言いたいことがあったんだけど、うまくまとらなかったな。まあ、つまりはそのね、いろいろこうテクニックを磨いた上で、そのね、頭の中でそのね、どんだけイメージをすることが大事っていうのもあるんですけれども、どうすべきかを判断する力っていうのがすげえ大事になってくるので、ちょっと、これからそういう意識も置いてみてくださいませ。今回そのミュートを練習したわけじゃないですか、ミュート。今までこのミュートっていうの出てこなかったんですけれども、今回の この動画で、ミュートっていう概念があるのかっていうふうにこの発見した人も、気づいた人も多いかと思います。そうなんですよ。こういう指の使い方もあるんです。でもこれ、楽譜に書いてないじゃないですか。タブ譜見たときにさ、ここをミュートします、ここをミュートします、この時でこの指をミュートしますみたいな感じで楽譜に書いてないんですよ。なので、それぞれこの皆さんがさ、いろんな曲を弾く中で、そのいろんなフレーズを弾く中で、いろんな練習をする中で、いろんな指の動きをすると思うんですけれども、この中にそのフレーズを練習する中で、この時にこの指はこう動くべきだな、こんな音を出すべきだな、こんな感じすべきだな、こういう見通すべきだな、こういう印象すべきだなっていう判断がたくさん出てくるんですが、そうした時にそのどうこのそれぞれの指の動き、役割をしていけばこの頭の中にあるイメージが出せるだろうっていうことを考えながら、練習をしてみてほしいんです。で、そのための材料として今回はミュートを学びましたけれども、これめちゃくちゃ大事なテクニックなので、これからしっかりと練習して、人差し指がつられないように、それぞれの指を独立させてミュートを習得していただけますと幸いでございます。それでは4本目の動画に関してはパタパタ練習パタ練2でございました。超むずいんですけども頑張って練習をしてみてくださいませ。そしてまた恒例になりますけれども、最後に、私滝沢克成 Twitter などをやっております。もしよければ TIKAJAWA 滝沢という名前でやっておりますので、よかったらフォローしてみてくださいませ。そして今回のね、4日目のこのパタ練2に関してまたご意見とかね、ご感想とかありましたらリプライとかして飛ばしていただけますと幸いでございます。で、またね、こうやってね、自撮りカメラにして、このね、映像を撮ったりとかして、ツイッターにリプライしていただいても、またすごく嬉しいなと思いますし、そのリプライがありましたら、全員というわけにもいかないと思うんですけれども、できる限りで返信させていただいたりとか、アドバイスをさせていただいたりとかしようかなと思っておりますので、お気軽にフォローの上、お気軽にリプライをしてみてくださいませ。そんな感じでございます。それでは次は5日目の動画ですが、5日目と6日目はね、どっちかっていうとね、お話の、動画です。
今までみたいにその、ね、連打連があったりパタ連があったりとかする感じじゃなくて、ちょっとパタ連連打連をしていただきながら、こういうイメージ、こういう体の使い方をしていきましょうっていうこの概念とか、そういったフォームとかの話になってくるので、また楽しみにしていただければという感じでございます。また地味な練習が続くぜっつってねまあ今日もね、あの長い間、お疲れ様でございました。でもね、またこの動画を閉じた後も頑張ってパタレン2、続けてみてくださいませ。それではまた明日の夜6時に、また滝沢道場、こちらのチャンネルでお会いいたしましょう。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、バハハイ。